い、じゅんちゃんねろじゅんでございます。本日もエピックセブンやってまいりましょうか。今回は集会についてでございます。ではまいりましょう、スタート。あれ、今日から新しいイベントが開催という形でしょうか。今日開放なのか、もう一周後かと思った。ちょっとイベントの方見ていきましょうか、せっかくなので、ね、ちょうどね、イベントの集会のことをお話ししようと思っておりました。行きましょう。先頭の、あ、画面変わってますね、こちらギルティギアのところが。わー、ちょっとな。残り13日は変わっておりませんけど、見ていきますと、冒険がさらに先に進めるようになったんでしょうね、きっとね。ディディの話、多分こっちに行けるということでしょうか。あ、こちらがついにエリアが出てきましたね。で、エリア情報見ていきますと、まあ難易度高いのかな、これね。ドロップする装備レベルが44でしょう。前のところだといくつぐらい、それでなんとなくレベルが測れるかな、どうなんでしょう。エリア上昇は44ぐらいか。じゃあそんなに変わりはしないのかね。で、おそらくもう一週、来週ぐらいになるともう一人の、お話が出てくるのかな。あ、今回もう最後のお話までいけるってことか。でももうワンキャラいるんだよね、確かね。冒険引いてみると、なんとかの話、あ、一応4話か。ここちなみに最後の話どうでしょうね。エリア情報だとドロップ装備は44ぐらいか。まあ、でも徐々に難しくなってるよね、きっとね。で、ちなみに僕の場合まだソルが取れてません。このアイテム、壊れたレコードの破片こちらが1023、あと倍近く取んなきゃいけないね。で、トーナメントでまずソル1体目取ろうかなと今考えております。こちらに挑戦するのがあと1200なんで、選ばしコインが117個なんで、これもかなり回らないとちょっと手に入れることができないという感じになってます。今現状、まあ昨日まで、今日またね新しい冒険が始まりましたけど、僕はここでちょっとずっと回しておりました。一応上級で回してみました。地獄級はクリアすることできなかったので上級で回していましたけど、結構ね勝ったり負けたりっていう感じです。一番いいのがやっぱりフレンド枠のところのサポート枠か、このビルデレッドがいたらもう確定のように勝てる。で、僕の戦力は、キビル、そしてモンモで、あとはこちら、これタラノル兵士、タラノル君を連れて行っております。まあね、このタラノル君にジャンクヤードドッグ星5のやつ、一応装備させていただきました。ウォリア専用で、ウォリアの中でまあ一番ちょっとレベルが高かったのでこの子選ばせていただきました。ソルを手に入れたらソルに一応これ持たせて集会に代わりにやらせようかなって思っていますけど、ちょっとそこまではね、このタラノル君で集会しております。まあ多分ソルウォリア系統だよね、きっとね。そう願っている、そうだと思う。そしてまあちょっと一回やってみましょうか。僕の場合ですと上級、これ8ですね。サポートに黒ニャタさん、ビルドレッドちょっとお借りします。で、この3人を連れてもう初っ端からサポート枠のビルドレッドさんで活躍してもらおうかと思う算段でございます。まあこれやってもうオートマでだいたいクリアできるような感じはいたしますか。やっぱこれサポート枠の肩が半端なく強いね。まあ自分が弱いんだけなんですけど、お、いいね、攻め攻めつ。よし。で、昨日から結局僕キビルを育てようって思ったんですけど、結局スキル解放の湾曲の牙を集めてるところぐらいでまだ何にも火力がアップしたりしていません。これ長い道のりだなーっていうのも感じつつ、ちょっとこのイベントに参加できないのも辛いので、ちょっとこっちをねまず今のところ中心にやってソロを手に入れたいななんて思っております。こちら簡単ですな。
あやっぱり強い、闇ビルが強い。よし、でこれで例えば再挑戦しますよ。今度別のキャラクターだと、例えばこのユーオさんの剣連れて行ってみましょうか。え、バチッとね、絶対これね、もう火力不足がっていうのが出ちゃうんだけど、一応連れて行ってみます。ビルドレットかこの剣のどっちか連れて行ってサポーターで出てたら大体この上級勝てますね。うん、他のキャラクター連れていくとたまにやっぱね負けてしまうという形が出てしまいますが、まあ大体剣だったら大丈夫。特にねやっぱタラノル君がね弱いんで死んでしまう可能性が非常に多い。これあと一応さっきの装備つけているんですけど、ドロップ率が上がるのはタラノル君が死んでしまったら効果出ないとかそういうのあるんですかね。あ、ラッキー、あ、ラッキー、選ばれしコインもらった25出るんだね。こんなの初めて出ましたよ僕。ラッキー、よし行こう。そしたらまあ大丈夫。あーちょっとモンモ倒したな。まあ大丈夫かな。うわー2人倒れた、2人倒れちゃったよ。だーね、キビルも僕の闇ガリンも育てていくっていうのは至極当然なんですけど、もう数人のサポートキャラもしっかりと全力してあげないと、やっぱり一人のキャラだけではちょっと戦っていけないというのが非常にわかりますね。もちろん主力になるキャラクターは早く育ててあげた方がいいっていうのは分かってるんですけど、やっぱりねサポートキャラっていうのが非常に大事だなっていうのが特に感じます。特に回復キャラだよね。回復キャラがしっかり育ってないと厳しいなっていうのがなんか非常に感じますわ。はい、よし行け。まあ大丈夫だと思うんだけどね。1対1だったら剣相当強いから頑張ってね。よいしょ。まあダメージ的にあとちょっと、あ、アルカサ使っちゃおっかよ。もうあーもう倒してくれた。やっぱ強いな剣強いね。はい、という感じでひとまず僕の場合は、ね、まだコインを集めているという感じでございます。まあもしかしたらこれ僕この上級と中級、中級を回った方がいいのかななんていうのもありますよね。今のレベルにおいては火力とか持っているっていうのを考えたらもしかしたら中継回った方がいいのかなっていうのもありますけど、一旦ねまあサポートでビルドレットとか剣強い、キャラクター出ていたらそれをお借りしつつ戦っていこうかなと思っております。早いところソル手に入れたいです。はい、ということで本日ですがちょっとお手紙の方を読んでいきたいと思います。まずはじめに、カピバラの世界さん、コメントありがとうございます。こいつアホだ、闇カリンの方が何倍も強いというコメントをいただきました。まあねこれ結果的にビルドレットも闇カリンも結果的には両方育てていくから別にどっちでもって言ったらどっちでもなんですけど、まあこれ多分僕とか昨日闇カリン育てることにしますって言ってもこいつアホだキビルの方が何倍も強いっていうコメントを上げてくる人も絶対あると思うんですよ。絶対その人その人によってビルドレットが好きだとか闇カリンが好きだっていう人がいると思うんですよ。もうほんとね前もコメントありますけどもうキャラ愛で決めた方がいいですよジンさんっていうぐらいやっぱりキビルも闇カリンも両方強いっていうのはなんかすごい分かりました。ありがとうございます。そしてですねちょっとコメント多数来ていたのが陣形に関してですね、僕ちょろっと陣形のことに関してお話ししましたら、ノウサギさん、白ウサギさん、陣形を上げるのに月影キャラを重ねる必要性はないですよ、必要はないからです。通常の星4氷カリンでも陣形を上げることが可能です。それを考えて星5のキービルドレットより星4キャラの氷カリンの方が排出される可能性が高いから陣形が上げやすいということです。もう一つ例えでは、月影の星5執行にビルドレットの場合も星5キービルドレットで陣形を上げるということが可能という形で
同じキャラの名前で陣形が上がるという意味です。一部例外はありますが、ということでありがとうございます。そして、サマさん、陣形は水のカリンで上げられるんですということで、陣形を上げるのに同じような闇カリンが2体目取らなきゃならないとか、執行人がビルドレとかもう1体をくっつけなきゃいけないとかっていう風なコメントを僕がしたんですが、それを考えるとこのカリンの氷だったらもしかしたら出るかもしれませんね。今のところ僕持ってないんですよ、星4のカリンだから。ちょっと突破できないんですが、それだったら限界突破させるんだったらいいかもですね。まあなんか正直な話、今のところどっちを強化していくというよりか素材がなさすぎる。素材周回まで手が回ってない。だから結局この湾曲した牙も足りないってことですもんね。これ上げるには、スキル強化するには素材が不足となると、もうスキルに関してはちょっとビルドレッドの場合この湾曲した牙を周回して取りに行かなきゃいけない。そして他のまあ英雄としてはカリンでしょ。こっちを育てるとしたらまず武器を結構上げた方がいいよね。ビルドレッド一応プラス15まで上げました。プラス15ね、攻撃は。で、兜は12ぐらい、お互い、鎧の方も。そんな感じで上げてるけど、まだやっぱり闇狩りのことが何にも上がってない状況ですから、やっぱりこっちの方もね、しっかり上げていかなきゃいけないと。で、レアリティアップ。これをまずやりたいよね。レアリティアップでね。60まで行かせてあげたい、両方とも。ビルドレッドもカリンも。その優先順位的には、やっぱり、昨日決めたキビルの方を先に上げたいなと思います。はい。で、スキル強化なんですけど、これ見ていくと、まだ上げてないですけど、これやっぱり湾曲した牙とは違うものですが、一応素材があるということなので、3まで一応カリンの場合上げることできますね。まあ2個しかないから、どれか漏れなく2つが3まで上げられることはできるけど、まあモラゴラの関係もありますね。ちょっとね、まずはビルドレッドで、考えていこうかと思っております。では最後にガチャ参りましょうか。今日から来ましたね。限定ディズィーですね。あ、ピックアップがあれですね。バイケンが今日で終了ではなく、5月14日までになってますね。来週まで。で、こちらは1週先の21日まで可能ということですね。一体どっちのキャラの方がいいんですかね。まあ僕はちょっと、まだまだ初心者なんで、イベントものって引いた方がいいのかな、どうなのかなっていうのが非常にあるんですよね、これね。一旦持っておいた方がいいキャラがもし出てくるようだったら引きたいなとは思いますけど、ちょっと我慢しておきましょう。はい、じゃあ貧乏人らしく無料ガチャでいこうと思います。はい、演出なしでございました。なんでしょう、道化師でございました。はい、残念と。では、お、召喚参りがたまりましたね。これいただきましょうか。金の伝承石、これ一体何に使うのかな。金の伝承石っていうのは、例えばこっちの神秘召喚も、あ、こっちもだいぶできるようになってますね。で、別にここでね、金のやつが使えるわけでもないしね。月影召喚、これはまだね、素材が全くないですもんね。銀河のしおり、ゼロ個です。どこでこれ手に入れたの。これ引いたらもしかしたら手に入れられるのかな。神秘の召喚したらね、ちょっとわかんないな。おい、では行きましょうか。最後にペットですね。ペットいいの出るか、行きましょう。D ランクだ。しかも昨日と一緒じゃない。装備売却ゴールド 1.5% アップでございましたか。残念。あ、これでもなんかね、昨日ねチケットいただいてんだよね。あ、もう入手してんじゃねえかよ。 C ですね。 3% の確率で下級強勝石1個追加獲得。ポテト容器、これなんか初期メンバーでいたような感じだね。あ、検証使っちゃった。これでおしまいということで、今日手に入れたのは C か。まあ C 以上 S と A がいるのね。奇跡的に。あ、ちなみにどっちだったんだこれ。バトルタイプか。バトルタイプとロビータイプか。
で昨日手に入れたのがロビータイプの C か。この A には勝てねえな。とりあえずこっちにしておきましょうか。はい、ということで本日はここまでしたいと思います。もしよかったらグッドボタン、チャンネル登録していってください。山井さん、バイバイ。ありがとうございました。イベント頑張ります。